どうも皆さん、おはこんばんにちは、おっとじゃーです。恐怖がよみがえるバイオハザード HD リマスターパート19、続きをプレイしていきたいと思います。そう、ここでセーブしたんだね。アイテムを少しだけ整理してし終えているので、そのまま行こうかな。おう、あ、そうか、下に降りてきて、ここに灯油があるな。パパラいいさ、ゾンビさんがいるな。ああ、おお、急に出てきた。ああ、よいしょ、おお、結構。ああ、一人だけか。チーズ。あ、もう一人いる？いないか。グリーンハーブゲット。おーおーおお、ダブルゾンビだ。フォーメーションやばいね、これ。挟まれるぞ。調合しといて、よしよしよし。この下はなんだ、開いてるね。じゃあこっち行こうか。ゾンビの音が聞こえる。で、2つのドアが進めるな。こっち行っちゃおう。今バチッと来たね、ごめんね。なんだろう、静電気。すごいね、回復薬とかいっぱいあるのは嬉しいんだけど。 M を使うところあった。回復薬を持っていこうかな。ワタパチオンライン、動画の時はちゃんと編集してあるんでね、ごめんなさい。生放送のアクシデントということで。動画では多分すごい優しい音になってるんじゃないかな。調べる。お、グリーンハーブ2つを調合したもの。オッケー。回復薬増えてきたな。うわ、ドア開けるとでかいな。なんだ、レントゲンみたいのがある。レントゲン室だ。お、 X 線写真調べる。クリップで止めてあるな。クラーク・デイビッド、クラーク・デイビッド、誰の X 線だ。なにこれ、サイコブレイク的なさ。そいつから、あら、いっぱいいっぱいあ、気になるメモ貼ってある。走り書き。ああ、お腹とか小腸とか。電子扉は頭文字と頭文字、頭文字って何頭文字とアルファベットの並びとともに。あ、どういうこと、これ取れないな。おう、おー、ってことは ABCD 的な流れなんじゃないかな。誰かのお腹から、ゾンビのお腹から取り出すみたいなのはやめてくれよ。レントゲン写真。お、 ED フィッシャー、なんかちょっと難しそうだな。お、ある緊急員の手紙。エイダ、エイダってあのエイダじゃないか。うん、おう、え、エイダ、あ、エイダに送った手紙。みんな知ってるエイダじゃない、バイオハザード2で出てくる。おうおう、映像室ここだね。ある資料を持ってここから脱出してほしい。映像室違うな。おう、あ、さらにパスワード、私の名前でログインし、パスワードはエイダ、君の名だ。おお、これ結構大事な手紙なんじゃないかな。うん、暗号で、ああ、そういうことか。
じゃあもうさまよってることか、ジョン・エイダ。他には、あ、電気を消せるね。あ、色が変わった。電気を消すんじゃないのか。赤く光ってる部分がある。あ、で、ここで合わせるってこと。あ、ちょ、どうしよう一個ぐらい使えるかな、回復薬。もう HP、 あ、使えた。よし、使っていく。2枚目がレバーのとこだよね、多分。で、これを調べようか。ガイル・ホーランド。あ、こっちも見れるのか。あ、見れるな。あー、ちょっといまいち。 LC、 他の部屋も見てみよう。ハローハロー。あ、あーはー、このおおこの扉を開ける音がでかすぎないか、しないか。え、日本負けた、なんてこった。写真を貼ろう。あれ、なんかいつの間にか電気が切り替わって、誰だ、リスナーの誰かがあったぞ。これでいいのかな。で、レントゲンの色を変えて、あ、位置を入れ替える。ちょっと待って、何かのスイッチがある。はい、押して色を切り替えて、あ、赤く光ってる部分がある。赤く光ってる部分がある。お、あ、一回で全部わかるってこと。うん、ああ、悲観。はあはあ、頭文字とアルファベットの並びとともに電子扉。入れ替えるとどんな感じに、互いの位置を入れ替えた。あ、入れ替えた。ここですぐなんか開くような。どこの扉が開くの。謎解きだね。メモった方が良さそうだな頭文字大事って言わないでごめんって、俺間違えたから。さて、こっちの扉開かない。おお、ドアロック解除用レバー。レバーロックを解除すれば操作できるようになるのだが、ロックされている。出た。なんだこっちか。なんかかわいい頭虫ってさあ、奥の部屋が行けるな。おい、いるね、いるよ。こっち、お、おい、イエス、オーケー、オーケーオーケーオーケー。こっちも行けるな。光ってるところのいいじゃん。なんだ、マグナムの弾落ちてる。もう拾っちゃうと、あー、でも拾う前に何か、あ、なんか怖いな。 V アクト、研究員のノートより。おう、何のことやら。ああ、それで我々はこれを V アクトと命名。筋力とスピードレベルアップ。うん、より素早い、そして凶暴、凶暴。ああ、待って待って待って、すでに これらに餌を与えている際に起きた事故で研究員4名が死亡したって。やばいなそれ。この今見る限りだとさ、後ろにあるのもすごい血まみれだもんね。それで、あ、
クリムゾンヘッドなのか、普通のゾンビを倒した後、燃やさないと、そのままね、時間が経つと赤いゾンビになるんだよね。うん。ほうほう。そうだね、危険なサンプルだな。冷凍ガス？あ、墓場の近く、俺が倒したやつなんじゃ、あれじゃあ、一番最初のクリムゾンヘッドみたいな、プロトワンみたいな感じなのか。しかし、すごいとこに保存したね。これは？おお！パスワードは間なのが分かってんだけど、ログイン名が？ちょっと待って。研究所のこれか。で、私の名前でログインし、パスワードはエイダ。ジョン。J-O-H-N-A-D-A。タラララララ、すごいね。J-O-H-N。で、エンター。エイダ。A-D-A。お、アクセス。すごい。そんな音するの、ロードしてるとき。成功。ドアロックをオペレーション。ベースメントドアロックオペレーション、セレクトフォア。あ、地下2階？え？エイダ？またこれパスワードが違うのか？おー、あ、違うって出たな。地下3階はアンロック。地下3階がアンロックされた。おお、2階のパスワードがわからないな。はい、すごいわかりやすいパソコンだね、これね。ふーん、タラララーンつって、うわぁ、うーわ、人の死体が、あ、なんだ、回復薬か、取るか、取っちゃおう。見たことのない薬品が並んでいる。ショットガンのタッポ、あ、グレネードゲッチュ。ショットガンのタモじゃないか。アイテムがあるだけかな。で、マグナムの弾を取って戻って、MO ディスクをゲットして、かな。他に、あ、MO ディスクでもここで使うのか。愛称検査いらっしゃい。ね、ゾンビを回避していかなきゃいけないか。おお、いるな。よし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 。はい、お疲れ様です。一回アイテムを戻しに行こう。なんでみんなハンターカモン、ハンタースタンバイっていうの？そんなね、ハンターが出てきてたまるもんですか。お、ご苦労様です。この奥は鍵が。ふばつばっこに覚えちゃう。オッケー。あはー、避ける。よし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 。アップなかった。画面切り替えで襲いかかってくるのは反則だよ。マグナムを戻して、回復薬戻して、戻して、あ、回復薬いらないかな？で、ディスクを持ってった方が良さそうだよね、あそこら辺は。ディスクを装備して。4000人突破、ありがとうございます。いらっしゃい。ゆっくりしてってね。下にいるのはちょっと、あ、今です今です。
よし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 。オッケー。で、こっち行って。指紋だらけのね、MO ディスク。この横層通れるようになってるな、さっき解除したから。やめて。あ、なんか、ダメ。それ、放送に映っちゃ、ダメ。はい、見せられませんよ。マグナムの弾が落ちてる。なんだ？スライドフィルター？レントゲンの写真、人間離れした骨格。なんかね、俺の予想では、奴一人ではなさそうだ。何これ？頑丈な扉の中に何か、扉を開けますか？ダメ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 。周りをちゃんとチェックしてからだ。ファックス。ああ、はい。おう。あらま？俺見ちゃいけないんじゃないか、これ。破棄されてないしな。うん。ああ、そうね。おう。研究員の半数以上が T ウイルスに感染して死亡。そして、症状も現れている。生存者は、おう。特務警備隊もほぼ全滅は。ま、簡単に言うと、尾形ってことだね、これね。尾形だ。それで、第三の問題ありすぎじゃないか？おう。おほ？ああ。おうおお、来た。俺らこれ、スターズっていうのは、クリスやジル、レベッカ、今は亡き、名前忘れちゃったな、あのサメに食べられたやつ。このホームには、ああ、なんか後ろの方でリチャードって言ってる。どうでもいいんだよ、別にそんなやつ。セキュリティシステムのパスコード送信機。お、MO ディスキーがあれば。来た。はい。使っちゃおうね。はい、入った。おーおー、読み込んでる。お！一個だけか。何かをロックを解除した。ってことは？ゲスじゃオンラインって言うんじゃないよ。あれはしょうがなかったんだ。一個は解除したから、あとこっち？リチャードだってレベッカに膝枕されたんだよ。どしがたいだろう。もう万死に値するというかね。しかもアサルトライフルを隠し持ってたんだぞ、あいつは。もうね、信じられないね。ってことで、待って、アルファベット順に。まずは C かな。名前順なのか、その、あ、でも、待ってね。どっちからだ、まず C。ここどこだっけ ?L。で、灰か。A, B, C, D, E, F, C, H, F。多分、右。待ってね。こことここ真ん中入れ替えられるか？ちゃんと入れ替わる？これ入れ替わってるの？待って。これ、どこどう入れ替えてるのか？え、これがあったでしょ？待って、違う。入れ替える、はい。入れ替わった、これ。わかんない、え？あ、入れ替わってる。うん、これで、どうなんだ？
並び替えてる時点でさ、ガシャコンっていうような感じじゃない。で、どこが解除するのは、臓器のアルファベットだよね、やっぱり。名前なのか、そう、入れ替わってる感じがいまいち分かりづらい。その、ここの画像が入れ替わるわけじゃないから。C?CE? 3番目が？うん、OK。CEML セル。まさかのお前だったのか。頭吹っ飛んでないな、あいつ。出た。え、またじゃん。毎回パスワード入れないといけないの。いや、まあそうじゃないとセキュリティは確かにね。エイラー、タラララン。で、ここをセル。タララン、アンロック。あ、上の階がアンロックされたね。オッケー。ほんでもって、なんかさ、そう、入れられてたやつ、開けなかったけど、あれは開けた方がいいのか、その前に上行った方がいいのか。なんかね、ウイルスだったりしたらどうするのっていう感じだからね。とりあえずじゃあ、上行ってからにしよう。どの道先に進まなきゃいけないと思うから、ロックがね。いつかかってて、今一つ目か。さーて、いっぱいいるぞ。おい、お疲れ様。はいはい、どうもどうも。はい、フリミックオンライン。回復薬があるぞ。あ、そうだ。これを調べるの忘れてたな。調べる。なんだろう。お、開いた。何も映ってない赤いスライドフィルムが入っている。ああ、何も映ってないの？ここが映像室なんじゃないか？お、MO ディスクあるじゃないか。ん？プロジェクターがあるね、スクリーン。フィルムを見ますか？はい。おお。おお。ケルベルス。こいつには一番最初のね、館に来て、洋館に中に入って、出ようとすると、そのね、洋館から、扉から入ってくるからね。ああ、ネプチューン。ああ、こいつにはね、一回、もう何回リチャードがこいつにやられたことが、もう本当に許せなかったね、ネプチューン。まあ、大体俺のせいなんだけど、まあ、本当に許せないわ、ネプチューン。ハンター、いや、もう怖かったな。2階から飛び降りてくるのがすげえ怖かった。タイラント。待って待って、ワンってタイラント出てくるの？バイオハザード2でね、なんかアニージャがタイラントと戦ってる記憶はあったんだけど、ワンで出てくるのこれ。出てくるっけ？出てくるか？
生物兵器研究機関開発スタッフ。待て、一番右にいるのウェスカーだろ、これ完璧に映りが悪いけど、これウェスカーがちょっと一番右にいない、これ気のせいか、ちょっと違うから、ボケてるしな。目の部分がただこうサングラスじゃなくて暗いだけかもしれないから、ウェスカーじゃないかな。なんだこれ、8341703。あ、これシャメしよう。はい、なんか怪しいこれただのバーコードだったら笑うな。これレジとかに通したらピッつってこう300円だったりしたらまた面白いな。さてちょっとね、このレオンが怖かった、光の加減がレオンの顔が怖い、これ。よいしょ、クリスだわメロさんに後ろで突っ込まれた、これクリスだろ、これショットガンの弾ゲット。もうバイオハザード2で一気に俺の脳みそがバイオハザード2になったな。こっちの扉はいけない、回復薬だけがある感じか。あ、ここじゃない、ここでしょ、俺はここだと思う。あのシャメしたのがいい具合に、8341。あのね、桁数が全然違うんだこれ。0623とか0ねえやダメだ、わからない。回復薬だけ持って戻るか。あ、じゃなくてこのフィルムを中に、お、ん？同じ？あ、赤いフィルムを入れたら最後が8462になった。間違ってなかったんだ俺は。そうだ、みんな俺は正しい8462。あ、なんかピーって言ったよ。おー、扉が開いた。なにこれ、かっこいい、この鍵、自転車の鍵みたいすごい自転車の鍵な気がするんだよね、これね。あるよね、ちっちゃいの、自転車にもともとついてるようなタイプの。ケネスのフィルムが見れそうだ。はい、おお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 るようなメロさんの自転車の鍵ここに置いてった。ああ、今のね、後ろからの情報だとね、メロさん情報だとチャリ持ってないらしいです、はい、ね、みんなメロさんチャリ持ってないからね。チーズチーズチーズ、えー、よしオーケー、下に落ちるぞ。あー、バランスバランス、あー、ちょっとどきなさい、おいっ、よし。あ、しかも最後になんかゲロが体に当たってしまった。はい、4669名の方いらっしゃい、ゆっくりしていって。 MO ディスクをまずは刺そうか。あの鍵はどこで使うんだろうな。ここ。あ、最初虫がいるのか。時間がそろそろいいんじゃないのかな。これ使う。あれ？ちょっと調べるか？またクルクルクルってなる？おお、あ、指で回してる、指紋だらけになったぞ。
今は使う必要がない。ま、別の場所かな。これじゃないのか。ということで、はい。一旦休憩を挟んで、次回またね、挑戦していきたいと思いますので、一旦お別れです。動画の方、また次回もよかったら見に来てくれよな。ほんじゃあ、またな。